どうも高井です。あなたはどっち？一瞬で過ぎるブームになるのか、優れた名作を作るのか。一瞬で過ぎるブームに乗った方があなたにとってはすごい心地がいいし気持ちがいいでしょう。 YouTube みたいな動画だとブームになった方が一瞬グンって再生回数高くなりますね。ただその後グンって誰もが興味をなくして再生されなくなっていく。それの一瞬っていうのが果たして一日だろうか、一週間だろうか、一ヶ月だろうか、それは人によって異なるでしょうけど、ただその一瞬の間に数値が稼げても永続的には稼げない。では優れた名作というのは、そう、永続的に数字は稼げるだけども、知名度ゼロの人がいくら優れた名作を作ったところで注目されない。ただ知名度がものすごい高いって人が作ったとしても、おそらくその人の知名度が高いから評価されてるんだろうっていうのはほとんどの人が感じる認識だよね。だからこそ知名度ゼロで作品を作ったとしても評価されないんですよね。評価されない。ただいつかは評価される。それがゴッホや芥川龍之介みたいに作者とか著者が死んだ後に評価されるっていうのは痛々しいじゃないですか。できることなら生きてるうちに評価をされたい。しかも若ければ若いほどいいに越したことはない。だけどもいつか評価されるって思ってても人って今すぐ評価されたいっていう願望が強いから、結局は流行に乗った方が数字が取れるし、評価一時的だけ得られるし、そっちを作った方がいい、心地がいいっていうのは私にも理解できます。ただ永続的に評価をされたいのであれば、優れた名作を作った方があなたにとってはいいし、今 SNS という媒体もあるからね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。